1年間、僕が魔法を使えなかったんじゃなくて、使わなかったとしたら、7年分の魔力をこの体に封じ込めていたとしたら、うわっ、やはり貴様、ゴルメス様、雑魚に構うな。こやつを今すぐ殺せ。もう遅い。の民よ、諸君らの勇気は見せてもらった。まこと古より変わらぬ誇り高き民だ。ならばこのハミルカルも示さねばなるまい。かつて最強の覇王であったバルカ家の力を。メルカルトよ、来たれ。さあ、とくと見るがよい、覇王の末裔たる証よ。メルカルトよ、このハミルカルに力を。千の敵、万の軍勢を滅ぼす力を。光が全てが飲み込まれて、うわあ！なんということだ、帝国兵が、ゴルメスどもが溶けていく、魔力の本流に巻き込まれて。これが7年分の魔力、すさまじい。見ろ、ハミルの姿が変わっていく。荒ぶる戦神のようですね。あれこそが伝説で語られるバルカの強制死刑隊、戦神メルカルトと一つになった姿だ。あれができるのは古の覇王たち、それバルカ家の中でも特に優れた王だけでした。ってことはあいつ、伝説の英雄王、一生の再来なのか。
まだまだ兵にはことかかる。ゴルネス様、かかれ。弱い、あまりにも弱すぎる。これが帝国か。俺はこんなものに怯えていたのか。愉快愉快。力を行使するとはこれほど甘美なものであったか。まだまだ足りぬ。もっとだ、もっと殺させよ。メルカルトへの生贄はこんなものでは足りぬぞ。我が憎しみがこの程度で言えると思うか。殺す、立ち塞がる者全てを。それこそがメルカルトとの制約。ダメだ、私の言葉が届かぬ。ハミル、災いを呼ぶ化け物め。構わん、撃て撃て。奴を殺せば全て収まる。遠くから取り囲め、ありったけの火矢を打ち込むのだ。切っている。そんなものが当たるとでも思っているのか。ひるめな、撃て撃て。何としてもあの化け物を撃ち取れ。無駄だ、何度やっても。戦士と化したからには敵を殺し尽くすことしか考えられぬ。
あいつはそんなやつじゃなかっただろう。だがハミル様が選び取ったことだ。敵を皆殺しにするか、あるいは殺されるまであのままだ。自らの意志ではどうにもならん。まさに太古の昔、皆が恐怖したバルカの覇王が復活したというわけですか。そうだ。圧倒的な魔力、死と恐怖、狂気と幻想、全ては古の覇王と共にあった。カナン人の栄光も共にあったのだ。古きカナンのやり方をハミル様が選択するというのなら、わしは従うまでだ。帝国の虫けらども、そろそろ覚悟はできているか。これほどの矢を放ったのだ。常人なら何百回と殺されているところだ。当然貴様らは八つ裂きにされても文句は言わないだろうな。助けてくれ。呪わしい化け物め。せいぜい泣き叫べ、命乞いをするがいい。できるだけむごたらしく殺してやろう。ハミル、ダメだ。欲望に任せて殺すな。死をもてあそぶ者をやがて自ら死に飲まれる。ダメだ、声が届かぬ。思ったより火の回りが早い。どうすればハミルに声が届けられる。復讐だ、全ての復讐を。どうして僕は肝心なことを忘れて、彼女はどこに。気づいたか、世話の焼けるやつだ。あまり私を待たせるものではないぞ。僕は君を見殺しに。何？強戦士であることを自ら解除しただと？ありえん。待ってて、タルト、すぐに助ける。
ミル、無茶だ。あんな炎の中に飛び込んだら戻ってこれないぜ。正気、奴の魔法は解けた。一気に燃やし尽くせ。お戻りください。なんてことだ。残念だったな。今日がヒスパニアとバルカの終焉の日となった。くそ、ハミル戻ってくるんだ。ここは一体。僕はタルトを助けに行ったはずなのに、どうしてこんなところに。あの燃え盛る炎はどこに。ハミル、ハミル。僕を呼ぶのは誰ですか。また会えましたね。あなたは。あれは夢だとばかり思っていた。覚えていてくれたのですね。おぼろげにですが。十分です。もう二度と夢のままでは終わらせません。美しき女神を、どうか教えてください。僕は死んだのですか。どうしてそう思うのです。僕は炎の中に飛び込んで、気がつけばここにいる。つまりそういうことではないのですか。美しき女神と呼んでくださるのは光栄ですけど、死神扱いは少し傷つきます。ここはあの世というわけではありません。違うのですか。いいえ、何一つ終わっていませんわ。あなたは死んでいません。私たちは密接に交わり、溶け合い、むしろ。だったら美しき女神を、どうか私の願いを叶えてください。僕は帝国との争いに一人の女の子を巻き込んでしまいました。タルトという名前の子なんですが。よく承知していますよ。彼女は焼き殺されようとしています。指一本触れさせぬと約束したのに、僕は結局力に溺れ、彼女を巻き添えに。どのような代償も払います。どうか彼女を助ける方法を教えてください。巻き添え、何のことです。私がわからないのですね。あの程度の炎で女神が死ぬとでも。どういう意味でしょうか。女神とは謎かけをするものです。さあ、このまままっすぐお行きなさい。まだ間に合います。感謝します、女神よ。彼女と契約し、今よりも強い絆を結びなさい。そうすれば
彼女もあなたも、そしてあなたが守りたい人々も、皆助かるでしょう。戒めがほどけぬ。タルト、バルカの名において命ず、戒めよ、砕かれよ。自由の身になったか。バカ者め、大宮を切った後で真っ先に女神を焚き木にしよって。ごめん、でも無事でよかった。とても助からないと思っていたから。指し物、私もマルコを取り戻してなければ危うかったな。いやいや、この程度の炎で女神を消し積みにできると思った帝国が愚かなだけだ。女神様の行く手を阻むことなど誰にもできぬのだ。その割には戒めもほどけてなかったみたいだけど。あれは神聖魔法による戒めだったのでな、相性が悪い。まあ何はともあれ、メルカルトの呪縛が切れたのは良かった。あのままではお前は強戦士になったまま二度と戻れなくなっていた。だけど奴らを倒すにはあれしか。僕は何度でもあの力を使う。一刻を争う気持ちはわかるが、その結論を急ぐな。ハミルよ、私と契約するのだ。契約？そういえばさっきもそう言われたけど、一体どういう意味なのかな。お前まだ分かっていないのか。多少はマシな頭になったと思っていたが、まったくお前の目は不死穴だな。どういうこと。強大な魔力を使えるのはお前だけではない。今となっては私だってお前以上に使えるのだ。この炎の中で火傷一つ負っていないだろ。ハミル、この意味をお前はどう解釈するのだ。まさか。戦神メルカルトの力を信じるお前は当然女神様の力だって信じるのだろ。君は本当に。私の名はアシュタルト、このバール神殿の女神、お前がずっと仕えてきた女神そのものだ。アシュタルト、君がこの神殿の女神様。そうだ。だけどその名前は少々今の私には重い。私としてはタルトと呼ばれる方が来やすい。そちらの方が愛着のある呼び名だったからな。君が本当に女神だなんて。なんだそのびっくりした顔は。ばっかりしたのか。自分でもそのわない名前だと思ってはいたのだ。でも何事にも理想と現実というものがあるだろ。わかれ。いや信じるよタルト。いや女神アシュタルト、本当は会った時から君のこと。なんだ
鼓の振動は。ようやくたどり着いたか。我がしもべ、神官ハミルよ。急ぎ契約をするのだ。我とそなたで、バール大祭恒例の神事を執り行う。恒例の神事？何だ、そんなこともお前たちは忘れてしまったのか。ひょっとして、かつて行われていたという聖なる婚姻のこと。バルカの当主が男の神を演じ、目に見えぬ女神と結婚したという女神の守護を求め、民の繁栄を願うための神事だったと聞いてるけど。そうだ、バール大祭は本来アシュタルトとメルカルトの婚姻をもって終わる。アシュタルトとメルカルト、つまり君と僕ってこと。決まっておろう。他に誰がおる。なんだ、不満なのか。そうじゃなくて、こんな時になぜ。これは決して意味のない儀式ではない。私とお前の縁が深まることで、異界との道が生まれ、門が開かれるのだ。すでに私はそなたとの縁と願いを頼りに、大きな道筋をつなぎ軍勢を呼び寄せた。援軍はすぐそこにまで来ている。あとは門を開きさえすればそれでよい。援軍？味方の軍勢がいるってこと？どうすればいい？その、さっきのように強く思ってほしい。さっきのようにって、私をアシュタルトを強く思ってほしい。そして聖なる言葉を唱え、儀式を終わらせるのだ。お前はまだ戸惑っているかもしれない。私のことをどこかうさんくさいと思っているかもしれない。でも強く信じてほしい。どうか私は、私だけを強く思ってほしい。分かったよ、ナルト。信じてくれるのか。君を信じるよ、ナルト。君はアシュタルト、僕の、僕たちの偉大な女神様だ。そうだとも。ならば始めよう。ハミルカルよ、私の手を取れ。まずは手始めに、二人の魔力でこの炎を沈め、儀式を行い、援軍を呼ぼう。ああ、タルト、一緒に行こう。ザラスよ、覚悟しなさい。復讐に燃えるバルカ島をとどめることは何人にもできません。無駄なことを。いい加減に諦めるがいい。もはやお前たちの主は戻らぬ。とうにハッシュドゥルバルの後を追っておるわ。ふん、わしらは待ちに待った。今さらハミル様のお戻りが少し遅れたくらいでは動じぬ。ハミル様が授けてくださった好機、利用しないわけがないでしょう。しゃらくさい。ゴルメスを壊滅させたくらいで調子に乗り寄って、帝国軍を圧倒できると思うな、愚か者が。神殿の外にもゴルメスの一個軍団が待機しておるのだぞ。まもなくここに殺到する頃合いだ。お前たちはどうあがこうとも、神殿もろとも蹂躙され、瓦礫にうずもれる運命。それはどうかな。
何？炎が消えただと？待たせた。面倒をかけたな。そなたらの献身、十分に報いよう。ハミル、それにタルトも。ご無事でしたか。ハミル様がお戻りになられたぞ。バルカ同様、さらに奮起せよ。帝国軍を撃ち取れ。エネアデス、モノナク、どうかご采配を。言われるまでもない。バルカの当主として命令する。この祭壇より帝国兵どもを一掃しろ。このハミルカルも撃って出る。大将自らってか。心強いぜハミル。本当なら当の昔にやってなければいけなかったことだ。このタルト様も撃って出よう。しもべの危機だからな。ありがとうタルト、心強いよ。愚か者どもが。死に損ないの小僧とイカれた女がどれほどのものだというのだ。罰当たりな。女神様のお仕置きをたっぷりと受けるがいいわ。ならば来るがいい。ゴルメスどもが来るまでいたぶってやろう。行こう。戦いの時だ。君。ほら。もっと強くなってみせる。戦いの中で学ぶことも多いですね。甘いわ。こりゃあんなこれし。これでも食らえ。盛んですぞ。恐れよ。この程度
ここまでみたいだ。強くなってみせる。風の刃よ。少しは賢明になれたでしょうか。風の刃よ。まだまだ未熟ですね。来ましたね。弱いな。何のこれし。少しは綺麗になったであろう。
ミオ、勝利の宴を開くぞ。ついにゴルメスが来たぞ。第二波の先遣隊だ。地獄を落ちる前にせいぜい楽しむがよい。さあやれ。タルト、あれを使う。今の僕らでは歯が立たない。承知、力に飲まれぬよう気をつけよ。なんと力強い姿だ。まさに鬼神。すげえ。このままでは彼の攻撃に巻き込まれてしまいます。ここは彼に任せて味方の援護に回りましょう。頼んだぜハミル。その力どれほどのものか確かめさせてもらう。ゴルメスよ、その化け物を存分に引き裂くのだ。一瞬で蹴散らしてくれるわ。全て倒すと。神をも恐れぬ反逆者どもめ。女神を恐れなかったのはお前たちの方であろう。たかが先遣隊を倒したくらいでいい気になるなよ。ザコが言いたいことはそれだけだ。ザラス同士、忌まわしいバルカの小せがれめ。引け軍団に合流するぞ。貴様らなぞさらなる大軍団で皆殺しにしてくれるわ。へへへ、おととい来やがるってんだ。まだ終わったわけではありません。急ぎ追撃を。ここで手を緩めてはなりません。外の軍勢と合流されると厄介ですぞ。すぐに反撃が来ます。その必要はない。彼らはもう二度と戻らぬ。どういうことです。わからぬか。このアシュタルトの名にかけて戻らぬと言ったのだ。アシュタルト、やはりあなた様は女神であらせられたか。ではあなたも本物の。
皆ここから下がってくれ。カナンの人々もできるだけ下がって、何があっても動かないように。どうするつもりですか。バール大祭の最後の儀式を行い、僕とタルトでこの祭りを終わらせるんだ。最後の儀式。なるほど。古来より女神との婚姻は強大な力を呼び寄せたと聞き及んでいます。そうだ。だから儀式のためにもう一度僕の魔力を解放する。タルトと一緒にそれでケリをつける。ですが、あのように強大な魔力を二度も放出するなど、体への負荷が危険すぎますと。無茶です。下手をすれば命に関わります。気遣いは無用だ。僕を誰だと思っている。これはすでに決めたこと。分かってるだろう。これ以外に勝機はない。バルカの力を信じよ。なんと思い切りの良い決断をされるのか。その万有、その生き合いよし。私の教え子だったハミル君はもっと控えめな少年だったんですがね。危ねえ橋渡りやがって。あとは神頼みってやつだな。安心するがいい。女神の加護は塔についている。こやつが死なない程度には守ってやるぞ。それはありがたいな。タルト、準備はいいかい。早くしろ。気が遠くなるくらい昔から待ちくたびれていたんだぞ。タルト、いや、アシュタルト、バールの祭司として最初に君に謝るよ。こんな祭りにしてごめん。お前のせいではない。地上に困難があるのは十分承知していたことだ。ありがとう。せめて祭りの締めくくりだけは全力で取り仕切ってみせるよ。アシュタルト、君の祭司として。ならば手を、愛しき祭司よ、我の手を取り聖なる言葉を紡ぎ、このアシュタルトと契約するのだ。アシュタルトよ、祖は我らが豊穣の女神、高き戦神にして優しき慈愛の女神。アシュタルトよ、祖は万人の母にして美しき娘、そして我が妻となる者。愛しき人の子よ、我は大地の母にしてメルカルトの妻、祖は自ら望んで高き神となるか。我に二言あらず。バルカの末ハミルカルの名において宣誓す。我もまた神の眷属となりメルカルトとならんこと。ハミルカルよ、その言葉確かに受け取った。ならば誓約の証を共に唱えよう。開けバベルト。開けバベル。が加わったということですか。これは彼女を信じないわけにはいきませんね。ようやく女神の存在を信じる気になったか。バベルを開くと聞こえた。おそらくお布団は怒りの扉を開き援軍を呼ばれたんだ。援軍？
そういや遠くから何かが近づいてくるような。何が起こっている。一体この暗黒は何だ。これでは何も見えぬ。我が軍団はどうした。ここまで来てなぜ合流できぬ。ゴルネス様はどこにいるのだ。軍団は未確認の敵と交戦中のようです。未確認とはどういうことだ。わかりません。何かはとてつもなく大きな獣の大群に襲われています。何だと。そんなバカなことが。どこから出てきたというのだ。見張りは何をしていた。わかりません。突然現れたのです。ゴルメス軍団壊滅。帝国軍も半数が失われ残りも敗走しつつあります。できません。ああ逃げ出せ。敵戦力沈黙しました。信じられん。あの帝国兵ども瞬時に葬り去る援軍など。ですが事実です。まさに神の軍隊ですね。済んだよ、ハミル。私たちの完全な勝利だ。ありがとう、タルト。おかげで助か…ハミル！ハミル様！おい、どうしたんだ。さっきまで平気な顔してたじゃねえか。人の身であれほどの魔力を放出すればやはりただでは済みませんか。力の使いすぎだ。もういい、休め。意識がなくなるくらい全身に激痛が走っているはずだ。ったくこのバカ。痛いなら痛いって顔をしろ。まだだよ。そういうわけにはいかない。僕はバルカの血を受け継ぐものだ。この程度どうということはない。エネアデス、僕はバルカ島の反乱計画を詳細まで把握していた。あなたが指導者であることもずっと前から知っていた。やれやれ、どこまでも食えないお方だ。すべて筒抜けでしたか。だから命令する。急げ、計画をすべて前倒しにしろ。前倒し？なるほど。
これほどの戦果を上げたのなら不可能ではない。確かに今こそが最大の好機。そうだ、今すぐに狼煙を上げろ。反乱成功の狼煙を、反逆開始の狼煙を。どこまでも高くまばゆくヒスパニア中に知らせるのだ。仰せのままに我らが主よ。今晩中にヒスパニア全土で一斉蜂起し、全ての行政区を制圧しろ。7年待ってようやく生み出した力の空白だ。今なら帝国軍も沈黙している。この夜が最初で最後の機会だ。バルカ島よ、ヒスパニア全土を掌握するのだ。ハミル、気を失ったか。アシュタルト、我らが女神よ、どうかバルカの闘志をお救いください。言われるまでもないわ。だがここは騒々しくていかん。まずはハミルを静かなところに運べ。了解しました。上をお連れします。後のことは任せるぞ。もはやこの女神の意向を疑う者はおるまい。私はハミルを必ず直してみせよう。だからお前たちは今すぐ兵どもを立て直し、のろしの支度を始めよ。はのろしの準備が整い次第我を呼ぶがいい。仕上げはこの女神自らが行う。受けたまわりました。兵ども、のろしだ、のろしの準備だ、急げ。備蓄分の煙草を全て放出せよ。ディオン君、それに町の皆は家中の焚き木をかき集めてください。煙草があるのならそれも持ってきてください。なんなら野生のでも構いませんよ。わかったぜ。焚き木でも何でもありったけ集めてくら。ちょうど煙草ならウサギの巣穴のあたりにも生えてるしな。モノマク、のろしの方は頼みました。私はバルカ島の陣形を立て直し、紹介の任に当たります。それにタルト様が連れてこられた軍勢にも挨拶をせねばなりませんし。奴らは皆私の友達だ。親しくしてやってくれ。さあ、ハミルを静かに休ませたい。モノマク、上へ運ぶぞ。はっ、直ちに。ハミル様を頼みます。二人で仲良くな、女神様。一応言っとくけど、ハミルはすっごく鈍いぜ。うるさい、さっさと行け。